はい、皆さん、こんにちは。今、緊急で動画を回してますけどね、もう緊急すぎるほどに緊急ですね。現在、5万ドルというのを突破しましたね。本当はね、5万ドルの瞬間を取れそうだったんですけどね、まあ、ちょっと準備がね、やはり時間かかりましてですね、本来なら朝方やるんですけど、まあ、今日は節目の5万ドルを超えたということで、まあ、どこを見ればっていうところなんですけど、ここですね、24時間最高っていうところ、5万80ドル。ちょうどね、取ろうと思ってた時がね、49990で止まってたんですけどね、まあ私の、まあたまに言う時の、まあ言葉なんですけどね、手前で一旦止まると。いや、実際止まったんですよ、この辺でしたっけね。あんま5万80まで行きましたけど、ここで止まってますね。5万点7か。あ、4999って。だからね、みんなね、5万ドルは行くだろうけど、止まるだろうなって、まあ自分が まあ思って言ってるんですけどね。まあ止まるんですけど、行ってしまえと。まあ別にね、節目は節目ですから、自分がね、買い時だって言ったら買うんですよね。まあこれがすごかったですね。で、5万ドル突破と。で、まあある程度ね、5万ドルまで行きゃ、まあ一旦売っとこうかっていうのが多分ね、ここで始まると。まあね、作り話みたいですけどね、まあ実際これが現実ですね。5万ドル突破した。あとね、5万ドルになったら売るっていう人が多分世界中に、まあ1万人ぐらいいるんかもしれないですね。まあ見事に下がっていってますね。で、またこっから戻るかっていうと、またどうなのかっていうのはありますけどね。まあ一旦ね、まあ止まってましたね、ずっとね。5万ドルこの辺は行ってないんですけど、これは2時19分、まあ、たった2分前ですよ。2分前は、まあ、5万ドル行ってなかったんですけど、まあ、今一旦5万ドル上がったと。まあ、ある意味ね、無理して行ってるんかもしれないです。まあ、5万はね、まあ、自分が入れた時に5万突破したっていうのは多分武勇伝として語れますからね、知らんですよ。まあ、今思いつきましたけどね。まあ、おかげさまで、まあ、上がってるわけですね。まあ、これ1秒ごとでずっとやってましたけど、どうしましょうかね。まあ、いつもね、出してるゲートイオってところなんですけどね。まあ、これは5分おきです。まあ、5分おきでも、まあ、1分おきでもいいんですけど、まあ、1分おきにするとね、ちょっと横ばいがやっぱり続いてましたね。ここです。49944。で、まあ、今日、昼間だったんですけどね。まあ、昨日も言ってましたが、4万8800で一旦50ドル売るっていうやつをね、まあ、実際、突破してますんで、これが朝方かな、朝9時31分に達成してますね。まあ、そこからちょっと自分もいじれないし、下がったらまた買おうと思ってたんですけどね、見事にそういうことにはならず、上がっていってるわけですね。これ極端ですね。これ朝2月、あれ、2月13、これ1時間にするとまあ24コマですよね。どうしようかな、30分。もう今13日ですよ。12日のね、9時ぐらいに売れたわけですね。これか。4万8800、まあこの辺ですね。まあ一瞬超えたんかな。まあ、一瞬超えてますね。4万8800で売ってくださいっていう、自動的に売ってくださいっていうのにしてますんで、決済価格、あれ、何回かやってるのかな。今実際買えるのは54ドル。まあちょっとね、まあ、細かいことはちょっと置いといて、まあ実際ね、ちょっとここ12.69US ダラーがちょっと不明なんですけどね。これなんですかね。あんまりちょっと、わかんない。まあ、合わせて50か。ちょっとわからんすね、これね。はい。まあ、そんなわけですね。どうしましょうかね。この、23、だから23時、昨日の11時ぐらいからもう爆上がりですね。で、まあ、本来なら寝てるんですけど、今日はもう本当に緊急ですね。リアルタイムに5万、今、まあ、5万23ですね。まあ、これはね、まあ、右のやつはね、今、まだ出してないですけど、自分のビットコイン、いろいろなところで買ってますんでね、まあ、それが最高記録を更新してるということでね。
いやー、これすごいですね。5万ドルというのをね、まあ、今2画面だと芸がないですけどね。まあ、こっちをね、白色にすることも別に可能なんですけどね。まあ、そういう、まあ、やるべきだったかもしれないですね。ビジュアル的にね。すごいですね。今ね、全然人聞いてくれてないですね。ある意味歴史的瞬間ですからね。5万ドルですよ、5万ドル。まあ、昨日も言ってて思ったんですけどね、やっぱりドルですよね。5万っていうところで、5万ドルですよ。はい、ちょっと出しましょうか。5万ドルイコール744万円か。なんの切りのいい数字でもないですよね。今実際5万ドル動いてるもんですから、これが、まあ、ドルの世の中だなっていうのは多分わかると思いますけどね。で、かつてここにね、まあ、昨日もそうです、入れてないです。46760っていう時期に一旦書いてるんですけど、もう今やね、0102なんで1ヶ月ぐらいですか。だから今日はちょっと入れましょうか。今日は0213ですよ。まあ、どなたかにチョコレートもらったような感じですかね。0213。ね。0213に、まあ、まあ、5万。どうしようかな、書いちゃおうかな。もう記念すべき5、10、100、1000万、5万ドルですよ。1ヶ月から6400円じゃないですかね、6400ドルアップしてるんですよね、1ヶ月前からね。で、増額は簡単に100万円ですよ。まあ、自分そんな1ビットコイン持ってないですけどね、まあ、でもね、たまに言うんですけど、13ビットコインって持ってる人がね、もうこれは私、持ってる人の顔知ってますけどね。1億円ぐらいいくってことですかね。1億円間近ですね。恐ろしいですね。13ビットコイン持ってらっしゃる方ね。はい。別にね、もうそんな喋ることないですけど、これも自分ですね。で、昨日もね、ちょっと言ってたんですけど、まあ、私が教えて、やり始めたというところが、まあ、DMM ですね。でも実際色今ついてますけど、どうしようかな。まあ、その人が始めたというので、オレンジ色にしましょうか。ビットフライヤーね。まあ、こうやって自分出してますから、こんだけ持ってんですよね。で、それぞれがそんなお金かけてなくて、まあ、ちょっといろいろ言うことはありますけどね。まあ、8万円にはなってますけど、まあ、この NIDT 買う必要ないですよね。DMM、まあ、DMM、もう何やかと5万ぐらいかけてますね。あとはそんなね、もう誤差ですよ。誤差っていうか、タダでもらってるような感じのもありますからね。まあ、ビットポイント3000円もらっただけでやってますよ。3000円もらって倍ですもんね。わかりやすいですね、これ。3000円分もらった仮想通貨、それが今6500円の価値ですもんね。で、これも2500円、ビットフライはね、ビットポイントで、ビットポイントじゃないわ。T ポイントもらってやるやつですからね。こっちも出しましょうか。今ね、まあ、お知り合いというか、さっきね、LINE 送ったんですけどね、見てくれてますかね。見てくれるわけです。普段は寝る時間ですもんね。で、DMM ビットコイン進めました。1000円もらいました。昔はね、昔って1年ぐらい前に2000円もらえたんですけど、今1000円ですよ。まあ、それに変わってね、ビットフライヤーってところが、つい1ヶ月前どころか最近ね、1500円にアップしてますからね。まあ、堅実ですね。これとこれはもう、どうもすぐもらえるみたいで。会社のお姉様に一人紹介した旦那さんも今日やり始めてですね、ずっと画面見てましたよね。まあ、いつ見てたかは置いといてですね。まあ、やっぱりね、まあ、楽しいか楽しくないかね、まあ、自分がね、ただでもらったお金が上昇してたら楽しいに決まってますもんね。で、今5万という節目、まあ、その人たちはね、おそらく円でやってると思いますけど、まあ、その人たちとね、話を合わすためにここに円換算してますからね。F3×D3、で、今149。149かどうかっていうのは、ここ、みんなの株、どうしようかな、ここでいいかな、ここでいって、為替 149.310、まあ149ですわね、多くはないということで、
149、一応149かけてるんですよ。まあ、細かくいきましょうか。149.3。じゃん。まあ、勝手に上がっていくわけですね。今上がりましたっけね。ぴょ、ちょっと上がりましたね。まあそんな、ね、1ビットコイン持ってるわけじゃないんで、あれですけど、0.1 ビットコインだったら74万円か。でまあね、ちょっとたまに話する人は60万円買ったっていう人いますけどね。まあ当時そうかもしれないですね。0.1 ビットコインって言って買ったんかもしれないですね。でだとすると 6万円、600万円の時に 0.1 ビットコイン買ったかもしれないですね。まあそれ分かりやすいですね。で、その人は、ややこしいですね。60万円分買ったって言ってましたけど、それが何ビットコインかよくわからないですもんね。それちょっとまた聞きましょうか。何ビットコイン持ってるかって教えてくれればいいですけどね。と言いながら、プラス、セーブをしていると。ね、こうやって喋ってもちゃんと右に5万100ドル。いやいや、イケイケですね。だからまあね、まあ、昨日も言ってましたね。夜中4時ぐらいまでね、上がるんですよ。上がるんですよって偉そうに言ってますけど、上がるっていう傾向ですね。そういうのがすごいっすね。1分、ね、5万突破したらもうまさにタガが外れて5万260ドルですよ。まあ本当1ビットコインを、まあ、昨日も言ってましたけど、1ビットコイン今ね換算すれば740万円ですよ。1ビットコインがね、ドルでいくんですけど、16000ドルっていうのがね、ほぼ1年前それでしたからね。16000ドルで買った人も5万ドルっすよ。ね、その割り算の倍数になったわけですよ。まあ、応じる王子もね、多分その辺で買ってるんですよ。まあまあ、とんでもない額っすよね、じゃあね。あの人は多分10億、30億ぐらいどうもやっとったみたいですけどね。いやいやいや、いや、それが。まあまあ、もう3倍ですよね、多分ね。もうややこしいですね。50÷10、ちょっと今ここ出してるからちょっとやめましょう。ああ、電卓どっかありましたね。ちょっと待ってね。もう、人のお金ですけど、こんな計算はしたくなると、50÷16 は 3.125。3.125なってないといけないですよ、私もね。まあ、ここに書いてるのが散々これ出してますね。まあ、これがね、桁が違えばね、税務署さんのカモになってしまうわけですけどね。まあ、8万円がもう8に16ですから2倍以上ですね。実際、ね、先見の明がある人は1万6000ドルでポンと買うと160万円か、軽自動車みたいな値段ですね。それが3倍ですよ。もう、軽自動車買いました。それが、クラウンに勝手に価値が上がるというですね、そういうことですね。またややこしいですね。かといって160万円金の延べ棒を買ったとしても3倍にはならんですね。だからこれはまあね、また人、まあいろいろね、ビットコインやってるかとかね、やってそうな人にね、聞くわけですけどね。まあお金ないって言ったら、まあビットコインどうなんだとかっていう、そういう会話ですけどね。で、中にはね、怖くなって売ったっていう人がいるんですね。まあ多分ね、頭いい人だと思いますね。やっぱり儲けたお金に対して税金がかかるっていうことを考えると、もう、売って、とりあえず税金払って、まあ、もうそれ以上はいいっていうことですね。まあ、それだけでも何十万も分からんすよ。どんだけ儲かったかね、その人ね。税金払って、ちゃんと差し引きが自分の、まあ、懐に入ったわけですからね。ちょっとその人とあんまり喋る機会はあんまりないんですけどね。まあ、もう学生さんとかね、周りがやってりゃやりますよね。3.125 倍の3倍超えですよ、もうね。5万270、もう下がらんじゃないですかね。自分もそうやって、まあ1年以上やってきてますけどね。大抵、節目の数字が来ると下がるんですけどね。そうやってその、勧めた人にも言ってるんですけど、いつ買えばいいって聞いてこられて、ちょっと今、カメラが消えたな。あれ？ちょっと画面が、
画面が暴走はしてないみたいですけど、使えばいいって聞いて、自分がここ1年やってた経験でいくとね、下がるっていう上がれば下がる、節目な数字もしくは節目の手前の数字まで来れば下がるって言ってたもののですね、もうちょっとね、タガが外れてますね。まあ、だからこれが今、何でしたっけ、半減期に対しての、カウントダウン中ですからね、まあ、ちょっとそういうのも残しておけばよかったですね。まあ、上がる最中だって、だからみんな見切り発車でした。あれ、マラソンでいうところのね、42キロがゴールなんですけど、30キロ時点からね、もうラストスパートかけてくる人いますよね。上がるに決まってるって考えりゃ、もう今足しといて仕込むというね、前も言いましたけどね。ここで買ってやめれる人は、それは大したもんですよ。で一番ね、だからここの辺でやりくりするより、ここで仕込んで腕組んで待っとこっちゅうパターンですね。だから、5月か、まあ、半年かけてこう来たわけですね。一回沈んでるっていうのがあるんですけど、まあ、この傾向を見ると、まあまあ、もうこんなんないかもしれないですね。もう一気にこんな感じなんで、もうそのカウントダウンがね、今書いてありますんで、ね、ここで言う60日、このゲートイオン、この話、実はどうでもいいですかね、聞いてらっしゃる方ね。もうそういう意味でいくと、おい、どこを始めるとして、どこのその取引所にすればいいって疑問というか、もうやるなら、おい、今かもしれんぞって、5万ドル、私が喋ってる、まあ、事実ですよ、ちゃんと、これ、遡りますとですね。もう一個出しておきましょうか。今盛り上がりまくってますもんね。ちょっと難しいな。ちょっとやっぱりちょっと仕込みは仕込みでやらんといかんですね。だからこれを1日に変えますとね、まあ上がってるわけですよ。でまたね、まあいつもやってますけど、もう1年前はここですよ。ね、さっき言ってました1万6000ドルね、11月とかね、1月10日ぐらいにね、もうちょっと爆上がりしたんですよ。もう戻ってき始めましたねって。で、現在に至るんですけどね。何が言いたかったかっていうと、まあ、何が言いたかったかっていうと、まあ、ちょっとね、数秒前に思いついたんですけど、言えなくなってしまいましたね。まあ私、ここでやってますからね。ここでやって、まあ、昨日も言いましたけど、大手が潰れました。ビットコイン大丈夫かと言って、ね、皆さん、まあ、ほとんどの人を売る、ね、全額かどうかわからないですけど、ある程度売る。で、最安値をずっとね、3ヶ月ぐらい、ね、11月6日、10日、1月10日ですもんね、3ヶ月低迷ですよ。面白くねえなと思ったんですけどね、まさかまさかの、ここでパウエル、今のね、アメリカの金融庁長官かなんかがですね、まあ別にね、肯定も否定もしなかった。じゃあプラスだな、プラスっていうか、仮想通貨潰す気じゃないんだなっていうことでみんなね、まあ、安心して買い始めたと、まあ、この辺ですね。でそこから現在に至るですよ。まあいろいろはありますけどね、これ最高値はね7万ドルぐらいなんですよ。まあ、ほぼ1000万円だと思いますけどね。でもう今や7万ドルだとして、また電卓叩きましょうか。7、5割る7ですよ。もう 70% まで戻ってきてるんですもんね。 70% 早いですね。まあいろいろ話が飛びますけど、ねここで60万円、まあ、100万にしましょうか。60万円って少なめに言ってるかもしれないですよね。まあ、ここで切りのいい100万買いました。ね、また数字いきましょうか。なんだ。16割る70は、5分の1ですよ。5分の1な、100万で買った人が5分の1までね、なるわけですよ。まあ、比率ですからね。で、今その人は7分の5まで戻ってきてますからね、何番。5を割る7ですよ。まあ、算数ですよね。70% 戻ってきましたもんね。100万やってりゃ、今、
なんて20万まで下がったのが70万まで戻ってきてるんですもんね。まあ、それが60万って口で言ってるんで、信用すると、6742万まで戻ってきてるから、まあ嬉しいでしょうね。そうそうね。で、ある意味爆上がりの右上がり曲線ですからね。いや、戻って、まあ、どなたかさんはね、17万ドルまで行くんじゃねえかって言ってますから、逆にね 1.7 倍ですよ。60万の口で言ってる60万かける1.7 はと、102万円か30万儲かったってことですよね。売れればいいですけどね。まあそう考えると、なんか100万投資したとして30万儲かったっていうのがいいかどうかっていうのはまたなってきますよね。その程度かとか、まあ、それが、まあ、100万がね、170万になったらちょっと嬉しいかもしれないですね。いや、まあいろいろですよね。まあ、株とかね、比較されますけど、今日株は休日なんでなかったですけどね、また明日とかいろいろね、まあ株の世界にもテンバーガーとかありますからね。テンバーガーもテンバーガーいいっすよね。100万円が1000万円。まあね。まあそういうことがね、手軽にですよ。結局ね、ビットコインは。そんな5万も10万もかけなくても、まずタダでもやれるというね。3000円もらったっていうのが6500円ですよ。むっちゃわかりやすいですね。同じように、まあ、ビットフライヤーは、もうなんかな、自分もやったとき多分お金もらってないですよね。多分2000ポイントぐらい、Dポイントを使ったのが、まあ、こんなもんか。お金も入れてないですもんね。投資と書いてるのは T ポイント入れただけですよ。でビットトレードも多分入れて、5000円投資したか。でコイントレード2000円のみですよ。4366 倍ですね。いや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 。まあね、まあ、細かく言うとですね、まあ、もらった、ね、中にはですよ、2000円が4300円になったら4300円を下ろさせてくれって言うと5000円以上とかね、手数料が1200円とかね、取られるかもしれないんでね、そうそうね、まあ、売る人もそうそういないと思いますけど、2000円もらった4000円になったとして、まあ、これを売ってどうだっていう、ラーメンだけっていうのに収まらんですよね。まあまあ、まあ、ゲームですよね。まあ一人ね、つむつむやってたんですけど、今や DMM ビットコインの画面を眺めることに、ね、なってますよね、多分ね。面白いんじゃないですかね。まあまだ下がってきましたけどね。これどういうことだ。まあ、だからね、自分も50ドル、ここで売ってまして、50ドルはつぎ込めるんですよ。ここね、54ドル。まあ、まあ、いろいろありますけどね。50ドル入れるとしたら、今度下がった時にね、入れて、また戻ってきた時にね、結局は増えるわけですから、それを狙おうと思ってたんですけどね。そんな、まさかまさかの、これもっと最近、24年がやっとこうか。24年からね、今なんだ、30足す15、40日か、40コマ分あるんですけどね、4万6000いったんか、いったんですね。で、低迷。だからこういうとこでね、今の50ドルを買うようなイメージなんですけどね、まあ、それを4万ドルで4万ドルの時はまず、売ってなかったんですよね。今仕込んだっていうか、売るためのお金持ってなくて、まあ本当は足したかったんですよね。足したかった、足せなかった。で、ここで、昨日ですね、48,800 ドルで50ドル売ってますからね。だから未来を考えると、まあ、だから実際売らなくてもいいんですけど、まあどうなるかわからんですからね、売っとこうみたいな感じですね。で、まあ今もね、まあ、5万ドルいったら今下がってきてますね。いいっすね、この出し方ね。こういうもんなんですよ。もんなんですと偉そうに言ってますね。49880ですね。最高額5万340までいってますんで、もう今やね、500ドル下がってますからね。だからそれが、まあ、これもそうですしね、今までそうなんですよ。上がるに上がったら、ある程度下がるんですよね。まあそれが私2000ドルと思ってたんですよね。
それが4万ドルだったり、4万2000ね、ここで言っとくべきだったんですよ。買い足しとけばよかったですね。ほんで一気に、ね、4万2000、4万3000から5万突破の7000ドルですよ。まあ、別にね、自分が1ビットコイン持ってるわけじゃないんですけどね。まあ、1ビットコイン5万ドルっていうね、それを基準に言ってますけどね。まあ、そう考えるとね、本当に今5万ドル5万ドルいくらでしたっけ、750万か、750万ポンと買える人なんてそうそういないですよね。これもうベンツ1台ですよ、ね、ほんでそれを、仮想な通貨に740万払うかって、まあ、車だとね、いろいろ手続きプラス税金プラスアルファってなっていきますけどね、元は K ですよ、本当にね。K でいいのかな、160、16000ドル、ちょまた電卓1万、もうちょっといくのか、1.6、ちょっと難しいですね、かける105、違うな、ちょっとすいませんね、もう眠くなってきてますね。149×16000 は、あ、380万円か。K じゃなかったですね。1万6000ドルって、今やもう380万円もするんですか。あれ？もう一回行きましょうか。4、16、10、100、1000万×149。230万か。もうなんかややこしくない。これがいいのか。1万6000ドルかける149。だから200万ですね。まあ200万の、まあ200万超える K もありますんで、軽自動車が、今やね、149×5、10、100、1000万はですよ。ね、745万になるわけですよ。もうね、売ってしまえばいいんですよ。ね、それなりのお金にが増えて戻ってくると。まあ、まあ、でもややこしいですね。税金がね、人によって変わるとは思いますけど、株でいけば2割持っていかれるんで、差し引きね、500万か。500万の100万税金で持っていかれるわけですよ。ちょややこしいですね。ややこしいじゃなくて、ちゃんと考えんといかんですね。それがね、ちゃんとできる人ならいいですけどね、500万儲かったら使うぜって言って、100万税金を納めないといけないところ、もうあれですかね、脱税が発生しますからね、ちゃんと払わないと、あれですよ、あの税務署さんがね、払ってないですね、罰金です、追徴課税です、その分税民、住民、所得税、地方税ですよ。ね、ここは言っとかんといかんところですね。そんだけ儲かって、儲かるはいいですよ。売ってしまったら、ね、売ってしまったら儲けになりますから、所得ですね。所得税かかりますよね。知ってますよね。っていう感じですね。まるで言われたがごとく喋ってますけど、まあ、それ置いときましょうか。まあ、売らなければいいんじゃないですかね、多分ね。売って儲けて所得だってなるとですよね。だから この時点ではね、なんともならんですからね。買ったっていう記録しか、まあ、振り込みでいけばね、振り込んで買いましたですもんね。で、儲かったあんたとか聞かれてもですね、いや、振り込んで、なんか尋問されたように、なんか普通に答えてますけどね、また置いときましょうか。どうしましょうかね。もう、じゃあそろそろ終わりましょうかね。30分か。やっぱり30分くらい喋るとちょっとね、疲れますよね。まあ、緊急で動画回しました。5万ドル。ちょっと戻ってきましたね。戻ってきましたね。でも自分がね、ここが20万になかなかならないのはちょっと悔しいんですよね。これをやってなければとね、たらればですけどね。悔しいですね、これね。これ、
ですね、ですね、ややこしいですね。ちょっとね、ちょっとこの値、ちょっと変わるかもしれないんですけどね、まずどうやって出していこうか考え中ですね、ちょっとね。しかもちょっと買い足したいなと思ってるますんで、買い足した分が、ここはあんまり言うとね、本当にね、ちょっと調査が入る場合が、それちょっと想像してますけどね。でも、まあ、これでも1